今週もくのじゅんチャンネルの時間がやってまいりました。はい。今回もよろしくお願いします。えー、いよいよオリンピックは開会しましたけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい。えー、もう、かねてから、もうオリンピックはやらなきゃいけない、やらなきゃいけないというもう言い続けてきた、私にとっては本当にね、えー、感無量でございますけれども、はい。で、えー、っと、その前に、その前にというと変ですけれども、はい。この日本初期入門ですね。皆様ご愛顧ありがとうございます。こちらがですね、7月14日付をもって、これ実は、ね、 えー、2年前の令和元年7月14日に、あのー、出版されたわけですけれどちょうど2年目の、えー、今年令和3年の7月14日に第5冊、5釣りですね、えー、となりまして2万8000部となりました、皆さん本当にあのご愛顧ありがとうございます。これからもよろししくお願いします、はいあのー、別に 1>, ね、1年2年たったってましてや、えー、ましてやではない、えー、と1年2年たったってさらにまあ10年20年たったって別に色褪せない価値を持った本だと思っておりますのでぜひぜひ皆様「えー、日本書紀1350年」とか1400年に向けてもちょっと おお力をお貸しいいただければとと思いますあ,あとその前に紀元2700年でございますね、はい、西暦流と2040年でございますけれどもぜひぜひ、えー、読み続けていただければありがとうございます死、まあ、ししんそん伝えてくださいとまでは言いませんけれども「えー、この日本書紀」の記憶自体は死ししんそん伝えていかねばなりません、はいえー、ご案内、まあ、前回も言いました通り8月15日、はいえー、姫路で「えー 憲法両論そこまで聞いて委員会でお話しさせていただきます。はい。8月15日、16時から、イーグレ姫路3階アイメッセホールというところで、ご、え、見、ーまあ、派の弁護士の方と討論いたします。はい、えー。率直な意見交換ができればと思いますので、よろしくお願いします。 はい、毎月の各地の歴弁は大阪8月17日、名古屋8月21日な、長岡9月12日でございます。よろしくお願いします。えー、現在発売中の、えー、雑誌「歴史群像」で関俊夫さん、早草さのパイロット、陸軍の戦闘機ですね。で、えー、B24 や B29 を短期撃墜した、あの本当に、あの、 名パイロットでございますが、えー、こちらの方のインタビュー記事を書いております、えー、いよいよ、えー、7月23日、はい、五輪開幕でございますはい五輪東京五輪ですねまあ、ちょっとあのー、別にこの写真,写真をちょっと全部たどるということはし,しないですけれども、ね、私もねあの久しぶりにテレビ見ましたもう最近この1年ほどテレビ見てなかったんちゃうかな本当にもうあの久しぶりにテレビを見ましてはいこれ日本の入場シーンですね あの本当にね、えー、この東京オリンピック開幕をあそれこそ81年前のです、ね、昭和15年、あのーまあ、中止になってしまったオリンピックの,あの、まあ、そのあその日本人の方々,からごら方々がご覧になっていればどう思うかということも、ねえー、考えてみたくなるものでございます。えーまあね、日本といううのは何を隠そ回 オリンピックを招致しまして1回目は中止2回目はまあ無事開会3回目は延期というです、ね、3回が3回ともちょっと別パターンで、はい、展開されたわけでございますけれども81年前ですからです、ね、当時10歳とか15歳とかで、まあ、物心はついて東京オリンピックが開かれるはずだとか思って日の丸を振りまくる、えー、心づもりでいた方でまだご存知の方いらっしゃるはずです。だから当時のの東京オリンピックの、ねご記憶 終わりの方の話をちょっと、ね、今のうちに聞いておきたい。まあイコール戦争経験者みたいな感じなんですけれども、まあ、これ女性の方でもそうですね。なんかあのオリンピックを見たいって言ってたあの世界最高齢の女性の方、えー、世界最高齢というかねあのコロコロナからこあの。 回復した女性の方が滋賀県にいらっしゃいましたけど、ああいう方のお話も聞いてみたいですね。はい、でそれとオリンピックの開会式、まあ、なんかいろいろ思うところもあったんですが、まあ、ちょっとその話は今、置いていて、はい、開会式を迎えられたのは良かったですけれども、まあ、これ、問題はね問題はというか、別に我々はあは野党やメディアと違って、なんでもかんでも問題視して、いちゃもんつけたりはしませんけれども、しかして、て <laughs> やっぱりね、開会式を無事で迎えられたときに、やっぱり思いを致さざるを得ないのはですね、 え、オリンピックに反対してた連中ですよ。ね。えー、その、しかもオリンピック反対するときに、まあ、反、反政府、反、えー、まあ、反権力というか、反政府というか、反自民党みたいな感じでね、その情念をそのままオリンピック艦隊とかに向けてましたから、結局、普通にね、オリンピックで頑張ろうと思っている選手たちにとって、本当に迷惑な行動をとってる。 政治家とか一部メディアがいたわけですねでやっぱり野党はね、なんかこう政、政権攻撃のためだけに、だけじゃないのかもしれませんけど、まあ、そ,うそれの主要な目的の一つとして、オリンピック開催、反対してたわけでございますけれども、オリンピック開催、反対してた人もですね、やっぱりオリンピック楽しむわけですね、まあ、当然あの、メディアもなんか、オリンピック反対とか、オリンピックを開催しようとしてる菅政権批判みたいなことばっかりしてても、やっぱり結局、オリンピックを放映して儲けるわけですから、もう仕方ない。 ていうか仕方ないんですけどその野党ですよ野党もみんななんか反対してたわけですよねえみ、ー、みんなじゃないごめんなさいと特に立憲民主党と共産党ね維新は別に反対してませんでしたからでその立憲民主党やっぱりこの方が出てきましたねはい、えー、産経新聞の七月二十五日のニュース五輪中止論の連邦氏反対するな応援するなではないねえー、っとねあのタイトルだけではなんのこっちゃわかんないんですけどこういうことです立憲民主党の連邦代表代行は二十五日付のツイッターで東京も、えー、東京五輪 パラリンピックの重視を求めていたにもかかわらず開幕後は出場選手の健闘を称えていることについて開催そのものへの反対は変わらない国民を守る危機管理の問題だからだと強調した連邦氏は選手の活躍には心から敬意を表する反対なら応援するのではないと指摘した上で えー、菅義偉首相には国民の命と暮らしを守るリスク管理ができていないとも書き込んだ。えー、蓮舫氏は21日付のツイッターで東京都のみなず日本全体の新型コロナウイルスの感染拡大のもと、えー、輪を開催するのはやめるべきだと開催に強く反対していた。ただ、五輪開,開,開幕後の25日はスケートボード男子ストリートで、えー オリンピメダル得選手が金メダルを獲得すると素晴らしいです。ワクワクしましたと投稿し自身の主張の矛盾がインターネット上で指摘されていたということですが、まあ、オリンピックを見てワクワクする権利までも奪うつもりはないですけれどもですね。まあ、オリンピック反対とか言ってガタガタ言ってた人たちはやっぱりなんかこうもちろんと親したにしたらどうでしょうかね。 それこそ百田直樹さんがあのなんかツイッターでね、ちょっとじょ半分冗談で、オリンピック反対論の人たちっていうのは、多分もう、閉会式の真っ最中にはもう、今からの間に合うとかやってやってるはずだとか言ってましたけど、まあ、本当にやりかねないぐらいの勢いでね、オリンピック反対って言ってた人いましたよであのこれはもう私がこのチャンネルでも繰り返し言ってきたとおり、オリもう普通に考えればね、オリンピックはやるかやらないかじゃなくて、もやるしかないんですよ、やるかやらないかを議論してること自体がおかしいわけですよ。もう本当にやろうと思ってもできないいぐらいの不可抗力 がああって、て初めて、ね、中止になる。まあ、これ戦争しかなかったわけです、近代オリンピックが3回中止になったのは全部戦争ですしかも世界大戦です、昭和15年、昭和19年、まあ西暦で言いましょうか。えー 1916年、1940年、1944年、この3回は、第1次世界大戦中の1回と第2次世界大戦中の2回です、それ以外中心になってません。アントワープオリンピックというね、1920年のもう第1次世界大戦後のヨーロッパがボロボロの時に、さらに、えー、今のコロナ以上の死者を出した、あの、スペイン風邪の真っ最中でもやりました。ガラガラでもやったんです。で、やるもんなんです、オリンピックは。オリンピックをね、世界的イベントとして日本に承知しておいてやらないなんていう選択肢、ありえないんです。で、やらなかったら日本が恥をかけ 当然、その時の政権も恥をかきますで、その恥をかかせる、ダメージを与えるためだけに、彼らは反対してるようにしか私には見えません、ね、オリンピックにそのなんか自分の都合とか、自分のなん,かな,なんとなくの主張思いだけで反対すること自体が間違ってるんです、これをね、はい、どこの国もそんなことしませんよ、オリンピック招致したらするもんなんですよ。ね 何をわきまえ違いしているのかとずっと思って、しかもここでも言い続けてきましたが、まあ、やっぱりね、あの、さすがにこれで反対したからなんかやめるなんてことにならずにね、まあまあ、最も愚かしい選択肢は回避されたわけでございますけれども、えー、まあ、無事できたのはいいんですが、ね、あの、あの何も考えんと反対反対ばっかり言って、政権批判のためにする批判をしてた人たちが、どう落とし前をつけるのね、<laughs> 落とし前と言って言葉が厳しければ、えー、どう、 責任を取るのかぐらいでいいんででんすけれども、はい、でオリンピックが、まあ、成功したらねまた選挙に自分たちが不利になるぐらいにしょうもないことを考えているんですよ、日本のためじゃなくて自分が受かるためぐらいの,あの野党、政治家が少なからずいるわけですね、まあ、最大野党と最も歴史の長い野党が、まあ、そういうことを言っているわけですけれども、うんまあ、こういうところは本当に投げかわしいです、日本国内に日本をダメにする政治家がいる、日本を貶める政治家がいる、そして日本国民を、まあ、あのご誘導する政治家がいる。 政治家がいるということでございます有権者も賢くならねばなりませんで、有権者がもうもう一つ賢くならなければならないのはこのオリンピックに際してですね、祝日が移動しましたはい、えー。この開会式の7月23日これスポーツの日というんですがもともと体育の日だったということをご記憶の方もいると思うんですがここで絡んでくるのがハッピーマンデーでございますハッピーマンデーね、はい、ハッピーマンデー制度というのがあの平成12年から順次始まり えー、いきなりハッピーマンデーで申し訳ないんですけれどももともと今スポーツの日と言われている、えー、祝日がもともとは、はいえー、体育の日だったわけですが体育の日って今どうなってるか、はい、本来は月月の第2月曜日なんですこれ平成12年からあのそうなりましたつまりハッピーマンデーというのは土日の後の月曜日に祝日をちょっと移動させることで、まあ、ちょい移動なんですけどねその月内移動みたいな感じなんですけれども3連休になって 経済効果は見込めるというね。そういう、まあ、あのー。 まあ結論から言えば浅はかな <laughs> あのまあ、えー、みによって <laughs>、えー、移動させられたわけでございますが、えー、ハッピーマンデーは今のところ四、えー、4つの祝日に適用されていますまずこの今言った体育の日ね、えー、これは、えー、と今年はスポーツの日あまあ、去年からスポーツの日なんですが、えー、これが10月の第2月曜なのをですね、えー、まあ去年からスポーツの日になってでことさらに去年から始まったばかりのスポーツの日を7月23日 13日ににってきてき開会式にあてたとということですで、えー、他のハッピーマンデー3つは、はい、まず1月の第2月曜日が、えー、これが成人の日となっています、まあ、あの成人式を各自治体で行う日でもありますね、はい、20歳になる成人たち新成人たちにとっての祝日みたいなものですけれどもで9月の第3月曜日が敬老の日でございます敬老の日ねはいでえー 7月の第3月曜日が、まあ、あの海の日でございますで、敬老の日と海,、ね、あの海の日はなぜそういうチョイスになったのかわかりませんけれども、まあ、海の日もですね、ちょっとあの復活したのが平成になってからですので。まああの 時代、あの、まあ、我々の感覚では新しい祝日なんですが、新しく、ま、できたというか復活した、あの、祝日が、早速、ハッピーマンデー制度の洗礼を受けたということです。で、今言った4つの祝日が、もともと何月何日だったのかということですが、成人式は、 1>, えー、元々1月15日でした、ね、1月15日に成人,のあ成人の日だったわけですけれどもで1月15日にその成人式も行ってたわけですね当然あの何曜日であろうが祝日として、まあ、休みだし成人式を行ってたわけですがなんで1月15日かというとねなん、ね、で1月15日かというとこの1月15日が小、まあ、正月というね十二節気の,あの一つなわけですけれどもその小正月である1月15日に okay はいえー、古来、元服の儀が行われていたわけです。元服は、まあ、戦国時代とかね、ああいうなんか歴史ものを読んでると、よく、えー、何年に元服して、翌年、初陣とかそういうのが出てくるじゃないですか。まあ、元服大体15歳ですよ、当時はね。はい。昔は15歳だった。で、それが、あの、今は成人式ということで、20歳で成人を迎えるわけですが、まあ、それを、まあ、伝統を引き継いで1月日、ね、1月15日1月15日に元服の儀をやるというのは、これ、朝廷でも一緒だったわけです。つまり、それぐらい、あの、本来、 気合の入ったというかそれなりに歴史的な優緒も考慮した上でしっかりと制定された記念日であるからこそそれが海の日として祝日になったらそれなりに我々もねあの自覚してその日を。 過ごさないきゃいけないと思うんですけど果たして今の日本人で海の日というのはどういう日か自覚して、まあ、過ごしているというか,か会社や仕事を休んでる人はどれぐらいいるでしょうかということで,でそれと逆行するようにです、ね、もうそのゆかりの日じゃなくていいじゃないかとハッピーマンデーで行こうよって言ってるまる抵抗勢力がまだまだいるわけですこれちょっと古い記事なんですけど、ね、3年前3年前この,あの議論が一番あの盛んだったんですよ、はいえー、産経新聞の3年前の5月10日の記事 ハッピーマンデーやめないで な,なんかあの、昔のね、人気のあった、なんとか先生、やめ、やめないでみたいな言い方 <laughs>、小学校の、ね、あれみたいですけども、ハッピーマンでやめないで、観光五団体、経済損失大きい、日本旅行業界、え旅行業協会など観光五団体は10日、記者会見を開き、7月第3月曜の祝日、海の日を平成33年以降、7月20日に固定するよう求める動きがあることについて、私も第三者でそれをね、ね、それについて、3連休が減ることによる経済損失は大きいと懸念を表明した。海の日 平成八年から七、ねはい、月二十日で始まったが、三連休を増やすためのハッピーマンデー制度に伴い15年から、平成十五年から七月第三月曜日となった。一方、超党派の国会議員らは、東京五輪・パラリンピックがある三十二日の海の日を開会式前日に移動させる措置を容認する条件として、翌年以降の固定化を求めている。日本旅行業協会の田川博美会長は。 連休と三連休では海外旅行に行くか行かないかの境目になり、経済効果は大きく違うと、固定化のマイナス効果を強調。超党派議員らが東京五輪での移動と控えに固定化を求めることについては、五輪とハッピーマンでは別問題と訴えた。同協会の試算では、海の日を含む三連休における旅行消費額は、これ、えっ、ー、と、平成28年ね、2388億円。関連業界の売上も含めた経済波及効果は4776億円に達するが、えー、固定化すると2068億円 減少するとしているうん、えー、3連休がなくなるとこうなっちゃうんだと言ってるんですよところがこんなこと言ってるから罰が当たったとは言いませんが、うん、コロナ禍によって旅行業が激減ですよねだから、うん、世の中何が起こるかわかんないと浅はかな知恵では何も あの、なんかこう、世の中を見通せないっていうことを神様は知らせてくれたんじゃないかと。ちょっと、これもコロナで亡くなった方とか、苦しんでる方に、ちょっと、まあ、申し訳ない言い方かもしれませんけど。私はそういうふうに、ちょっと、見えてしまうところがありますね。もう一つ言っときましょうか。はい、同じ年の七月14日の産経新聞ですが。海の日の再固定化の祝日法改正案、今国会提出を見送り、ハッピーマンデー維持の声強く。つまり、さっき動きがあったのが、でも、その年の国会では見送られたと。で、ね、与党は13日祝日の海の日、7月第3月曜日。 7月日日に固定するための祝日法改正案を今国会に提出しない方針を固めた土日を含めた3連休を増やすハッピーマンデー制度を引き続き海の日に適用するよう求める声があり観光業界を中心に再固定化への反対力が強いことを踏まえた海の日の固定化を主張する超党派国会議員らの開示振興連盟江藤清史郎会長などは秋の臨時国会への改正案提出を目指すが道のりは険しそうだ海の日は地方巡行を終えた え、明治天皇の船が横浜港に帰釈した7月20日に由来し、平成8年から祝日化された。まあ、産経新聞だったらそれプラス、それで、あの、海洋近代国家たることを身をもって示されたぐらいのことちょっとね、踏み込んで書いてほしい。なんかこう、インターネット情報をちょっと援用したぐらいの記述だと寂しいですけどね。その後、ハッピーマンデー制度の導入に伴い、15年から7月第3月曜日となった。再固定化への機運が高まったのは、2020年東京五輪の開催に伴い、同年に限り、開閉会式の前後に祝日を動かす改正五輪特別 措置の制定がきっかけだった超党派のスポーツ議員連盟会長は総太郎副総理は 同年に限り、海の日を開会式前日7月23日に移動するよう提案。開示連盟は4月、えー、五輪の翌年から7月20日へ固定化することを条件に五輪の年のみの移動を認めた経緯がある。ただ観光業界は今後も3連休を維持する方が経済効果は高いと主張。自民党幹部にも海の日の再固定化は抵抗感が強いことから、同党は、自民党は再固定化に関する今国会中の意見集約を見送ったということなんですが、うーん。だからね、あのー、まあ、あ 経済は大事ですよ。コロナ禍だと余計経済は大事。ところがコロナ禍でその経済効果を見込めないジャンルですよね、これはね。だからこそ、だからこそ、本来の趣旨に沿った祝日をしっかりと日本人が認識して、で祝日の意識を日本人が認識すれば、その1日だけでもですね、この日はこれこれによる祝日、こ,れこういう由来を持った祝日ということで、その愉快の場所に行ったりするわけですよ。ね2。2月11日がもっと建国の日だという意識が高まれば、みんな、 まあ、全員がカシラカシラ神宮に来られても困るわけですけど、その、えっ、ー、と、まあ、カシラ一体とか何かしらの行動を取ることで、こ経済効果は必ず生まれます。他の祝日についてもそうです。祝日の意義を伝えることで得られる経済効果を彼らが試算した、その旅,旅行業界のね、観光業界の方々が試算した話は過分にして知りません。そうなんで、3連休でこれから経済効果上がるばっかり言ってですね、祝日を浸透させて、その意識のもとに行動してもらったことによる経済効果。しかし、まあ、もちろん経済効果だけじゃないと私は思いますけれども、経済 効果についても、そういうことがあるということを、彼らは一個だにしないわけですね。はい。だから、ハッピーマンデー、ハッピーマンデーって言うけれども、日本人がそれによって。何の祝日か分かんないように、休んでる。まあ、今回もね、祝日が移動されて。ちょっと、まあ、あのー。 まあ意識の高い外国人はこの日は本当は何の日なのって言った時に日本人が説明できないって言った方が日本人は国家的な祝日をないがしろにしてる意味もわかんと休んでるちょっとなんかバカな国民だと思われかねない話ですよねそういうのまああるいは損失とかまあそういうことを総合的に考えてもですね祝日をまず何の祝日なのかこれの日は何の日なのかそもそもってねそういうことを浸透させる方が先じゃないかというふうに思うんですけれどもね本当に繰り返し言いますがまあ別に旅行業界が反国家団体とは言いませんところが 反国,家団体が反,反国家勢力がそういうところに目をつけてその隙を見てこう紛れ込んでくるんです反国家勢力の常等手段として歴史と断絶させるっいうのはあります祝日一つ取っても説明できないってこ歴史と断絶してるからですよで歴史と断絶させた状態で祝日をねハッピーマンデーに動かしたりとかして結局何のために休んでるか分かんないとりあえず休みはいいというその人の欲望だけを書き立てるような方向で話を進めて歴史とどんどん断絶させられてるとすればそれはもうこの反,反国 国家勢力、日本を弱らせたい勢力からすれば願ったり叶ったり向こうが高笑いしているような話が展開しているようになるのでそうはならないようにしましょうということをねもうちょっと旅行業関係観光関係の方にも意識を持っていただきたいというふうに思っていますはい、オリンピックの話から発展してこういう話をしましたがぜひね、えー、来年もあの海の日とか、えー、体育の日をまあまあこれスポーツの日と名前変わっちゃいましたけど意識して過ごせるようにしたいものです皆さんもぜひね周りの方にお伝えしてあげて くださいはい、今回もご清聴ありがとうございました。